はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、ちょっとねいつもと違う様子となっております。というのもね、今回は対決の動画ということで、今回ねちょっと対決一緒にしていただく方がつけ麺カズっていうね、まあ僕もねお世話になってるお店のオーナーさん、カズさんですね。よろしくお願いします。そこで働いているケンティさんと、この3人でですね、今回お邪魔しているこの上条軒さんという、まあ、博多ラーメンをね提供しているお店なんですけれども、こちらのお店のメニューを使って替え玉勝負ということで、はい、よろしいですか。よろしくお願いします。で、まあ、ただ対決しただけじゃつまらないじゃないですか。はいはい。僕がもし仮に2人の合計の替え玉数、はい、負けた場合は全額ご馳走させていただきます。ただでも僕が勝った場合どうします。じゃあまあ負けることないんで、自分ちのつけ麺の、はい、例えば並盛り頼んでも、あの大盛り頼んでも、1キロ頼んでも、1.5 頼んでも、全店舗無料にします。全店舗無料、全店舗麺の量は無料にします。だって負けることないからね。2人で負けたるんだったら、ね、俺もうやめるよ。大食いやめる。ちょっと待って、1個だけ心配だから、うん、1日だけにしよう。それは 1日だけにします。1日だけにしよう。1日だけ全店舗普通の並盛りの値段で、もう好きなだけ量食べてくださいってやります。だから分かりました。じゃあ僕が負けたら、全額負担、はい、僕が勝ったら社長の負担で麺無料。全部麺無料。了解でございます。2人で負けるはずがないんですよ。大丈夫かなこの企画。2人で 2.5 ぐらいはいくよね。 1.2 と300。うん、まあ足しても 2.5 になんないしね。なんないか、頭悪いってバレちゃう。そんなルールで、あ、わかりました。注文していきましょうか。はい。でこれメニューがこんな感じですね。通常の味玉ラーメンだったりとか、特製ですねの博多豚骨に、この焦がし豚骨ラーメン、こんな感じのねメニュー構成となっておりまして、どうしたらお二人は今日何ラーメンを頼みます。僕はもう博多豚骨ラーメンじゃないですかね。博多豚骨。はい。ケンティーは。僕は通好みの一杯屋台ラーメンでいきます。これ。屋台ラーメンで。いいですね。通好み。はい。あれだな。具材少ないから選んだな。いや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 。やっぱりその豚骨ってもう そのスープと麺なんですよ。なるほど。だから僕はその。僕一応ハンデとして全部のせ頼みますか。いいんですか。いいです。全部乗せて、はい、とりあえず、メニューが来次第ね、まあ、営業が始まってしまいますので、まあ、食べてる最中はね、まあ、黙食で行きましょう。はい、はい、いや楽しみ。じゃということで、はい、到着を待ちましょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ準備大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。今日はね、特別にですけれども、まあ、30分一本勝負とさせていただきたいと思います。はい、お願いします。失礼します。おいっと、よいしょ、いただきます。いただきます。これまずは切って、じゃあすみません、替え玉は普通で一つお願いします。替え玉はバリカタで。バリカタで、はーい。替え玉はバリカタで。バリカタ、はい。
替え玉普通一つお願いします。替え玉肩で。はい。すいません。替え玉普通で。はい。はい。ありがとうございます。あ、じゃあ、追加でまた替え玉普通でお願いします。はい。追加でまた普通をお願いします。すいません、階段は肩で。はい、じゃあ追加普通でお願いします。何個食べたか分かんない。じゃあ普通追加でお願いします。すいません、普通で。すいません、肩でお願いします。肩で。したバリカタと普通を。バリカタと普通。はい。あ、いただきます。ありがとうございます。まずそしたら階段は普通でお願いします。すいません、バリカタください。はい、はい、普通です。すいません、はい、野菜ラーメンの。野菜ラーメンです。野菜ラーメン。はい、出ます。替え玉の肩で。あとバリとバリ普通一個ずつで、じゃあ始めますね。はい、お願いします。よし、きたきた。
すいません、肩を押すとね。肩、はい。すいません、肩足一つ。はい。目玉が見えないやつです。今何個目だよ、一つ。4分5分のおそろいです。はい。飲み込んでないんで、みんな最後の一玉は脳幹に、前、最後は脳幹。トマス入れると19対19の同点です。あ、行き分けです。入れないやつ。入れない。一玉少ないと思うんですよ。18対17だ。はい、だから僕らの負けです。なんでそんなガチでやったの。いや、昨日の打ち合わせではさ、お客さんに喜んでもらうために燃料、サービス、効率のために勝負やって勝つ前提でやろうねって話したのに、なんでガチなの。俺負けると思った途中まで。いや、ちょっと僅差で行った方が面白くないですか。